この時間は VFR 株式会社事業開発部部長藤原雄人様です。よろしくお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます。はじめまして、 VFR 株式会社の藤原と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日このブース、T.7 グリーンという非常に特徴的で素晴らしい、グリーンレーザー測量機を展示していますが、その測量機を運ぶ、動かすためにはドローンが必要になります。本日はそのドローンを、ご紹介するわけですが、今回いろいろなドローンがある中で最適なものをご紹介したいと思います。ただ直前のセミナーにおいて実はその答えは出ておりまして、最適な組み合わせ、 T.7 グリーンの最適な組み合わせのドローンはあちらに展示されているグロー H、 これ以外にはないというのが回答になります。ただですね、グロー H はガソリンを使うということもあってですね、多少運用にコツといいますか、覚えていただく必要があると。少し狭い範囲であったり短時間測量をしたいといった場合はやはり電気のドローンを使った方が、何と言いますか、簡便であると、いったこともございますので、当社からは、そちら側の電気のドローンについてご紹介したいと思います。まずですね、多分今日ここにお集まりいただいている皆様、 VFR という名前は初めて耳にされたかと思います。これは当然のことでして、私ども今回初めて建設に関わる展示会に出展しております。そういった意味でまず自己紹介なのですが、皆様パソコンのバイオというメーカーはご存知でしょうか。もともとソニーのパソコンの事業部門が今は独立して長野県の安曇野市に本社を置いております。その会社が4年前にパソコン以外に何か新しいものにチャレンジをしていこうと、チャレンジすべきであろうということで、何をしていこうと、当時ドローンというものは空飛ぶコンピューターという表現がされていました。であるならばバイオとしては自分たちがこれまで培ってきているパソコンの量産技術、開発技術を提供することによってドローンの世界の発展に寄与できるのではないかということで作られた会社が当社でございます。VFR の V はバイオの V、 そこにフライングロボティクスという言葉を付け加えてその頭文字を取って VFR という名前になっています。実際にじゃあそのドローンの世界の中で当社が何をやっているかといいますと、ドローンを開発しているメーカーではございません。日本のドローン産業というのはどちらかというとベンチャー企業が非常に多い産業です。これはメーカーにおいてもそうですね。こうしたメーカーは自社で工場を持たないため、これまではお客様から注文をいただいたたびにですね、1台ずつ、例えばですけれども事務所の隅でこう組み上げていくと、その都度部品を、例えばアマゾンなどに発注をして、集めて組み上げていくという作業をしておりましたが、そういったケースにおいて心配になってくるのが均一性ですね。毎回こう頼む部品が必ず同じ仕様では入るかなかなかわからないといったところもありますから、そういった問題が出てきますし、何よりも開発に割く時間が割かれてしまうということなんですよね。本来開発メーカーの責任というのは当然新しいものをどんどん作ってお客様に最大のメリットを提供していくという形になりますので、そこを我々が手助けすることによって実現できるのではないかと。具体的にはですね、メーカーの方々には開発設計に専念をしていただいてですね、役割としてはユーザーニーズに迅速に対応する、もしくは新機能の開発を行っていく。そして昨今ドローンに最も求められているのが安全性ですね。ここの向上に努めていただくと、じゃあ作るところをどうするかといったところで私どもが出てくるというものになります。当社ではまず生産体制を持っているというところですね。前のスライドに戻りますけれども、メインの工場は長野県の安曇野市にございます。上の写真にある通りですね、北アルプスが非常にきれいに見える土地ですけれども、こちらで生産を行っているという形になっています。そして何より大事なのが品質管理体制ですね。先ほど申し上げました通り、これまでは部品の調達もその都度行っておりましたが、当社ではそれをある程度まとめてメーカーから直接集めてくるという形をとっています。これ非常に重要なポイントなんですが、これまでドローンで問題が起きた際に何らかの部品に問題があるといった場合に、それがどこのメーカーでいつ作られたかと、
どういうロットで作られたかといったところまで追うことができなかったので、細かいこう問題の追及に至らないこともあったわけですが、そこは私どもで担保していくと。次に量産工程の設計ですね。量産工程ってあんまり耳慣れない言葉かもしれないんですけれども、実際皆様方のお手元に届いているさまざまな工業製品というのは、この量産というものが行われている。どういったことかというと、同じものを同じ品質で品質性を持って、いくつも作っていくという工程ですね。これを実現するためには、実は、メーカーが設計した形だけでは難しいケースもあってですね、例えば、メーカーの技術者の特に若い方々は細かいところにもすごいこだわりを持って、例えばこちらのドローンにネジが40個使うといった場合に、場合によっては極端なし40種類のネジを用意すると。それではですね、部品の管理も大変ですし、コストも跳ね上がっていくということになりますので、当社の方ではそれを例えば3分の1に減らすことによって、コストがこのぐらいに減って組み上げる時間についてもこのぐらい短縮できると、そういった設計を行って、最終的に組み上げたものを飛行試験を行ってお客様に提供をすると。実はですね、この長野県安曇野市という土地は日本でも降水量が非常に少ない地域になっています。ドローンのテスト、ドローンを飛ばすというのは、結構お天気に左右されがちなんですね。そこを、できるだけ、回避できるに越したことはないんですけれども、それが実現できるのが、安曇野市といった形に、なっています。こちらが製造施設ですね。一つは安曇野市のもの、もう一つが協力パートナーとして株式会社エアロというところと協力しております。こちらの会社が何をやっている会社かというと、飛行機の大きな筐体の組み上げをやっている会社です。航空機を作っている会社ですね。で、皆様ご存知の通り、コロナ禍において飛行機産業というのはすごく大きな打撃を受けました。飛行機がもう作れないと思いますが、飛行機に乗る人がいないわけですね。ですので彼らとしてもやることがなくなってしまう。ただやっぱり空飛ぶものに携わりたいって思いが非常に強いんですよね。一方で私たちはドローンを組み立てるにあたって、より安全性の高いものを作り上げていきたい、そういった場合に有効となってくるノウハウというのはやっぱり飛行機であろうと。このノウハウをご提供いただくことによって、より安全性の高いドローンを組み上げることができると、相思相愛で始まった事業という形ですね。じゃあそういったこういわゆる黒子ですよね、我々ずっとメーカーばかり相手にしてきましたけれども、その黒子の会社がじゃあここに出てきて実際にお客様に何が提供できるんだということですけれども、実際にですね、そのメーカーの黒男として培ったドローン生産のノウハウというのは、エンドユーザーの皆様にも形を変えて提供できるんではないかというふうに考えています。実際にですね、これまで今日ここの展示している例えばレーザー測量機がありますが、このレーザー測量機とドローンを組み合わせて販売した場合、こちらの会社で、提供する場合はですね、T.7 グリーンと、グロー H、 これどちらとも同じメーカーが作っているので、いわゆる垂直統合型サポートについてもすべて一箇所で済むので最も理想的な形といいます。ただですね、実際ドローンの業界というのは、ドローンはこのメーカー、他の機器は他のメーカー、これを組み合わせて使うという文化が色濃く残っています。この場合に発生する問題としてはですね、結局それを組み上げているドローンのメーカーが両方をサポートしなければいけないと。ドローンの方はよく知ってるけど、組み合わせたことってよくわからないんですよね、これは。なのでお客様としては、何か問題があった時にどっちの問題がわかんないけど、とりあえずドローンメーカーに問い合わせたけど、ドローンメーカーもなんだかわかんないと、こういった問題が出てきて、そこに時間を割かれて、やっぱりこう開発に時間を割くことができないと、いうこと問題が出てきますので、じゃあ実際そのサポートの一時受けのところであったりですとか、組み合わせアッセンブリの部分ですね、そこについて当社が介在することによってですね、お客様にとっては何があっても
この VFR に問い合わせれば問題を切り分けてくれて解決してくれるし組み上げてくれると、お客様にそういったメリットを提供することによって、もともと私たちがやっていた黒子の仕事メーカーに開発に専念していただくということも実現できますし、エンドユーザーの皆様にも新しいサービスとして安心してドローンと測量レーザーを使っていけると、いったことをで提供できるようになります。じゃあそのサービスを提供するにあたって具体的にどのドローンがいいんだよと、まあ、今世の中にたくさんのドローンがあります。ここにもたくさんのドローンが並んでいます。向こうにもドローンが並んでいます。そのドローンの中で何がいいんだろうと、もちろん私から見て1番目2番目が一番いい、これは間違いないんですけれども、他から選択する場合に私たちからは2つご紹介差し上げたいと思います。まず1つ目がですね、石川エナジーリサーチという会社が開発しているドローンです。そして2つ目がプロドローンという会社が、生産しているドローン。まずは石川エナジーリサーチ社の、ドローンになりますけれども、まずこの会社の、紹介ですが、もともとホンダ技術研究所、これは車のホンダ技研ですね、この R&D 部門、開発部門がから、で働いていた技術者の方々がスピンアウトして、作った会社になります。この会社は基本的にはエンジンを作りたいと考えている会社で、今動画で流れている無振動エンジンですね、こう2つのピストンが対向に動いてお互いの振動を打ち消し合う、そういったエンジンになっています。このエンジンの熱を利用してエネルギーを生み出したり、排熱からエネルギーを生み出す、それによって家庭向けの高ジェネレーションシステムを作ってみたりですとか、そういったことをやっている会社なんですが、その会社に対してあるお客様から御社でドローン作ってくれないみたいな相談があったそうなんですね。じゃあちょっと新しい取り組みとして取り組んでみようということで生まれたのが、今日ご紹介、これからご紹介するビルドフライヤーという機体になります。このビルドフライヤーと機体、あちらにも展示しておりますけれども、大きな特徴として3つ挙げたいと思います。1つ目が耐風性能が20メートルです。多分イメージとして20メートルの風ってすげえ強いよなっていうことは分かっていただけると思うんですけれども、具体的に言うとですね、大人が何かに捕まっていないと立っていられない風です。じゃあそんな環境で仕事するのかっていうと、あんまりしないような気がしますけれどもね、台風の暴風になってくると30メートルぐらいでトラックが転んでしまうような風速ですけれども、ただやっぱりこう、なんて言いますか、余裕がある性能っていうのは安定性をもたらしてくれますし、例えばこう測量の仕事で現地に1時間半かけて行きました、2時間かけて行きました、行った先で風がビュービュー吹いていましたと、で仕事できませんってなると、これは現場としてはもう勘弁してくれよっていう話だと思います。そういったことを減らしてくれる性能と言い換えることもできるかと思います。で、2つ目がペイロードが 4.4キロ、今回このブースでメインで展示している T.7 グリーンは重さが 3.6 キロになっています。この 3.6 キロを余裕でぶら下げることができるスペックになっていると。そして最後に圧倒的なコストパフォーマンスですね。ドローン業界というのは日進月歩で性能も良くなっていますし、価格もどんどん下がっています。実際にですね、2年前国産の中型機体のドローン、このぐらいの大きさですね、このぐらいの大きさのドローンをちょっとカスタマイズして買おうとすると平気で500万する世界でした。かなり手を入れると800万円ぐらいしたりします。ただ実際に今ですね、そういったところの改革も進みまして、石川エナジーさんはこのビルドフライヤーをミニマムの構成でいうと200万を切る価格で提供することができていると、まあ、非常に驚異的なコストパフォーマンスだと思います。そしてですね、測量屋さんにとって非常に重要な項目として、特に今回展示している T.7 グリーンは視野角が120度と非常に広範囲に及びます。ドローンというのは基本足がありますから、レーザーがこの足に干渉してしまうと、せっかく広げた視野角というものがもったいないことになってしまうと、それに対してこのビルドフライヤーというのは飛行すると足が自動的に跳ね上がってくれます。これによってですね、まあ、180度、まあ、レーザーが飛んだとしても邪魔することがないと、言った機能になっています。ただここで心配になるのは、下ろすときに足降りなかったらどうすんのと、高価なレーザー測量機そのままドンと着地させるわけにいかないですよね。上が200万切ってて下が、まあ、
○○○円です。はい、どっちが大事かというと下ですよね。皆さんそっちを傷つけたくないのは明らかです。そういったことが起きないように、万が一モーターが故障した際には足の自重でパタンと降りてくる仕様になっていますので、こういったことでセーフティーになっていると。で次にですね、まあ、どこのドローンメーカーもここは押してくるポイントで、非常にシンプルな面ではありますが、まあ、簡単にこう折りたためてできるだけコンパクトになる。ただこれ非常に重要なことなんだと思います。これから仕事現場に行くぞといった際に、測量すればいっぱい小物から大物まで持っていくことになりますよね。そこにドローンをハイエース後ろにドンと積んだ時に、もうスペースの3分の1ぐらいドローンだねみたいなことになりかねないんですけれども、このビルドフライは足を抜いて、もともととっても平べったい形状になっていますから、非常に面積が少なく体積が少なく、コンパクトにしまえるようになっています。続きまして、非常にユニークな点です。ドローンというのは基本的に見ていただくと分かるんですけれども、カーボンの塊です。カーボンは軽くて丈夫、ただ一方でやや高価で加工が難しい、こういった難点があります。これに対して石川エナジーリサーチ社が出した回答というのが、マグネシウム合金ですね。マグネシウム合金というのは実用金属、まあ、例えば鉄やアルミ、こういったものが挙げられますけれども、こういったものの中で最も軽量な素材で、比重に関して言うとカーボンとほぼ同じとなっております。またですね、金属なりのやっぱり良さがあります。これは耐久性ですよね。やっぱりこう金属は誰しも丈夫って、まあ、イメージできるかと思いますけれども、そこが実現できて品質の維持であったり、外で飛ばすドローンというのは紫外線に常にこう浴びているわけですけれども、その紫外線の劣化もないなど、工業製品としてのメリットが非常に高い、部品になっています。あとですね、最後に申し上げたいのは、この会社が最も意識しているところなんですけれども、工業製品としての品質を満たしていこうといったようなものです。皆様方が普段目にするものというのは、大体何年使えるよっていうところをメーカーが保証してくれていたり、部品を保証してくれたりしますけれども、ドローンの業界というのは新しいということもあってですね、なかなか難しい。空を飛ばすものっていうのは結構未知な領域が多いものですから、実は100時間飛ばして大丈夫だったけれども、そこから数時間飛ばしたらいきなり折れたとかですね、我々ドローン組み上げる側の人間なので、新製品に関してはよくあるというと怒られますけれども、目にすることです。これを具体的に担保できるのがこの会社です。それを担保するためにやっていることが品質保証試験ですね。例えば防水試験であったり、着陸耐久試験、連続耐久試験、こういったことを繰り返すことによって耐用年数8年を謳うことができます。実際にこの8年を謳うということが大変でして、お客様から何をもって8年なんだね君らって言われた時に、これこれこういう試験を何度繰り返すことによって8年使うことを保証していますと、エビデンスを出すことができる、これが非常に重要ということになっていますので、お客様としても非常に安心して使えるドローンと。で続きまして、プロドローン社の紹介をしたいと思います。非常に対照的な会社です。石川エナジーリサーチ社と比較してですね、この会社の人たちはとにかくドローンです。どんな問題もドローンで解決していこうという姿勢を持った会社。その結果、日本国内でも実証実験をこなしている数はトップクラスです。なぜそうなったかというと、他のドローンメーカーが相談されて断ったものをことごとく受けているから、そして問題を解決してきているからなんですね。その結果生まれてきているものは非常に豊富なラインナップであったり、ノウハウ、特許というものになっていますので、このスライドでもご覧いただいている通り、今回の測量とは全然関係ないですけれども、一番左側は水面にチャプって着陸ができる、また水面からブーンと飛んでいけることが、それで何ができるんかというと、これからのアイデアなんですけれども、例えばですね、着水した後にお腹にボートを1台、小型のボートを積んでいて、それが自動的に今度ブーンって出ていって、例えばここはマルチビームなんか使ってですね、こう測量したり、そんな未来が来るかもしれないと。そういったこう面白い未来を描いているプロドローンが今考えているのはこういったドローン
ですよね。本当に飛ぶのかってみんな思いますよね。私も思うんですけれども、彼らはですね、ドローンをより身近にしたいって考えているんですね。なので身近な仕事の身近な存在の車として軽トラがありますけど、ドローンも軽トラと同じように身近になってほしい。軽トラっていうとなんか安っぽいなって皆さん思うかもしれませんけど、非常に丈夫で長持ちやすい最高の車ですよね。これをドローンでも実現したいと考えている会社、その会社が作った一番力を入れているドローンがこの PD4BM というものになります。第一の特徴としてはペイロードが10キロです。中型ドローンの中では非常に驚異的なペイロードということができます。今回展示している T.7 グリーン 3.6 キロ、こんなにいらんじゃないかって思われるかもしれませんけれども、余裕があるということは安定性につながりますから、特にレーザー測量機というのは非常に繊細なデータを多く取ってまいります。それを取るためにもやはり安定性というのは非常に重要なポイントではないかなと私どもは考えています。実際に5キロ積載時に30分飛行することもできるというところですね。はい、今も申し上げましたけれども、まあ、10キロのペイロードを実現しているということと、ただやっぱり当社使う側としてはもう少しプロペラのサイズ小さくして燃費良くしたいなとか、そんなに重いもの積みたくないからモーターももうちょっと小型でいいよって言った場合には、それに対応することもできるようになっているというところになっています。はい、で、ここ実際機能とは関係ないところなんですけれども、非常にシンプルな構造になっています。これ何がいいかというと、それってメーカーさんのコスト削減しかつながらないんじゃないのって思われがちなんですけれども、実際にはこれ言い換えるとですね、分解しやすいんですね。分解しやすいということはメンテナンスが非常にやりやすい機体になっています。これですね、もうこだわりにこだわったもう一品ものみたいなドローンを開けるとですね、配線がすごいことになってたりとかしてですね、なかなかバラすの大変だったりするんですね。その結果、例えば定期メンテに出します、納期どのぐらいですか、3週間から1ヶ月ですね、その間仕事止めるのかというとやっぱりそれは困ってしまいますから、メンテナンスが楽イコール短時間で済む、そしてコストも安く済むということにつながるので、シンプルな構造というのは一見メーカー側のコスト削減にしか見えないかもしれませんけれども、ユーザーの皆様方に多大な貢献ができるものになっています。で、最後は生産をちょっと手前味噌なんですけれども、当社で行っているものになっています。安曇野の工場で1台ずつ作って、あそこにいる吉川というものがおるんですが、あの人間が飛行試験なども行っている機体というものになっていますので、我々としても安心して提供できるものになっています。以上2つのドローンをご紹介させていただきました。あちらのブースに飾っておりますので、ぜひまじまじと見ていただければと思います。まあ、今回はやはり、まあ、何をもってしても言いたいのはですね、アミューズワンセルフさんの圧倒的な技術力と、まあ、今回ご紹介したドローンメーカーの技術力を当社が量産のノウハウを使って安心安全な形でお客様に提供できるといったことをお伝えできればと思いました。本日はご清聴ありがとうございました。藤原様ありがとうございました。